T-34 は1939年に開発され、第二次世界大戦から冷戦時代にかけてソビエト連邦を中心に使用された中戦車である。1930年代前半に導入された BT シリーズはスペイン内戦やノモンハン事件の戦訓で、機動力は申し分ないが防御力に問題のあることが浮き彫りとなり、 その快速性を受け継ぐ新たな中戦車が求められるようになった。そこで開発されたのが T-34 である。1939年の時点でソ連軍で最も数が多かった戦車は T-26 系戦車と BT シリーズの快速戦車であった。T-26 は動きの遅い不評戦車で戦場の不評と同じペースで進軍するように 設計されていた。一方、BT 戦車は、巡航戦車で、敵の不評と戦うのではなく敵の戦車と戦うために、非常に快速の軽戦車として設計されていた。また、少数の T-35 などの多砲等戦車も、存在したが、いずれも装甲は薄く、小銃、機関銃の射撃に対しては対弾性があったが、 対戦車ライフルやパック36対戦車砲の攻撃には耐えられなかった。いずれも1930年代の初期からソ連が外国の設計をもとにして開発したもので、T-26 はイギリス製のビッカース・ロットン戦車、BT はアメリカ人技術者ジョン・ W ・クリス・ティーの戦車が原型であった。左から b t 七 m a 二十。 t 3 4九9 4 0年式、t 3 4百9 4 1年式。年をうごとの社服拡大が見て取れる1937年、ソ連軍は、騎士、ミハイル公主金を BT 戦車の、後継戦車開発チームのリーダーに指名し、その作業は、ハルキウのハリコフ機関車工場で行われた。a 二十型と呼ばれた、試作戦車は、 装甲の厚みを 20mm とし、45mm 砲 M1934 を装備し、ガソリンよりは燃えにくい軽油を用いた、V 型12気筒の新型エンジンである、v、V-2 ディーゼルエンジンを採用した。また、BT 戦車の82輪のコンバーチブルドライブを継承し、A-20 では86輪のコンバーチブルドライブを採用しており、 これにより、離体なしでも走行できた。この特徴により、1930年代の信頼性の低い離体のメンテナンスや修理作業を大幅に削減でき、さらに、舗装道路上では時速 85km での走行が可能となったが、戦闘にはあまり役立たない特徴であるとも言えた。結局、設計者らは空間と重量の無駄であると考えるようになった。また、 A-22 は先行する研究から、傾斜走行を取り入れた。A-20 は全方向が、傾斜走行で、これは垂直に立ててある走行板と比べると、鉄鋼弾を引いて反らしやすい。密蘇国境紛争の1938年7月の、昇古本事件や1939年の、野門藩事件で、ソ連軍は、日本陸軍に対して、 多数の戦車を使用した。当時のソ連戦車は、日本軍の95式系戦車の低初速な 37mm 砲や94式 37mm 砲によって、容易に破壊された。また、ソ連戦車は、日本不評の火炎瓶攻撃を受けると容易に火災を起こした。当時のソ連戦車は、ガソリンエンジンを装備しており、被弾でガソリンに転覆して、 火災を起こしやすく、また車体塗装のペンキは可燃性で火炎瓶攻撃で引火炎上しやすかった。スペイン内戦においても共和派に供与された T-26 がフランコ派の火炎瓶攻撃や対戦車砲撃で大きな打撃を被った。また、装甲板をリベット止めした部分も脆弱であることが分かった。リベット止めの装甲板は火災の問題につながった。 これは敵弾が当たった時、その弾そのもので、戦車や乗員を無力化できなかったとしても、弾が当たった時の衝撃で、リベットや断裂した装甲板の破片が、車内に飛散し、乗員を殺傷してしまう現象である。この戦訓から、赤軍指導部は、以後、戦車の塗料を不燃性のものとし、装甲板に、 電気溶接を採用し、ディーゼルエンジンを搭載するようになった。これらの戦訓は T-34 開発に生かされることになった。また、不評支援を重視する主級派から独立した戦車部隊の集中運用を主張するトハチェフスキーやゲオルギー・ジューコフが赤軍内部で主導権を握り、後の独祖戦における戦車傭兵思想に影響を与えた。 公主金技師は、ソ連の指導者スターリンを説得して、別の試作戦車を開発する許可を得た。それは、T、T-26 及び BT 戦車のいずれの後継戦車にもなり得るような、より重武装、重装甲の万能戦車を開発するという計画であった。公主金は2番目の試作戦車を、32mm の全面装甲にちなんで、 A-32 と命名した。A-32 には 45mm 砲 M1938 または 76.2mm 砲 L-10 を採用し、A-20 と同じ V-2 ディーゼルエンジンを採用した。なお、構造が複雑な割に実用性が低いクリスティー式、戦車譲りのコンバーチブルドライブは、 A-32 の時点で廃止されている。A-20 と A-32 は1939年に空便敏で、性能試験を受けた。試験の結果は両者とも良好で、より重装備の A-32 が A-20 と同等の機動性を持っていることが、証明された。そして、スターリンの最低で、 A-32 が T-32 として正式採用されることになった。試作戦車 A-34。後に砲塔などを改良され、1940年型として量産された。しかし、冬戦争でも BT シリーズの装甲の脆弱性が問題となり、A-32 の装甲を 45mm に、 するとともに、より幅広の立体が採用された。また美、mm、微法を 76.2mm 方 L-11 に強化することとなった。この改良試作車 A-34 の完成を待たずに、1939年12月には T-34 として、正式採用された。T-34 という名前は、 気候兵力の拡張を命ずる命令が出されて、グリゴリー・オルジョニキーゼが戦車生産を率いることとなり、公主ンが新型戦車に関するアイデアをまとめ始めた1934年の年号にちなんで、公主ンが命名したものである。公主ンのチームは、1940年1月に T-34 の試作車を2両完成させた。 t-34 は、同年4月と5月に、ハルキウからモスクワまでの 2000km の走行試験を行って、クレムリンの指導者たちに姿を披露した後、フィンランドのマンネルハイム線まで行き、ミンスクとキエフを経由して、ハルキウに戻った。電動機構に、いくつか欠点が見つかり修正された。軍の司令部からの反対論や、 生産コストが高いことについての懸念は、フィンランドとの冬戦争において露呈したソ連戦車の性能の低さや、ドイツの電撃戦の有効性を示すことによって、克服され、1940年9月に量産第1号の戦車が完成した。ハリコフ機関車工場では、T-26BT シリーズ、そして多方等の T-28 中戦車の、 生産を打ち切り、すべての生産ラインを T-34 に変更した。公主金は同月の末に肺炎でなくなった。公認の主任設計技師には T-34 の電動装置の開発者であるアレクサンドル・モロゾフ技師が指名された。T-34 はサスペンションには過去の設計の延長として BT シリーズから引き継いだ。 コイルスプリングを用いたクリスティー式サスペンションを採用していた。駆動部分としては重量に対して比較的出力の高いエンジンを持ち駆動輪は後輪としソ連の大地に適した幅広の柔軟なタ体を備えていた。タ体が上滑りした時に巻き戻す仕組みはなく重量が重む割に効果の低いコンバーチブルドライブは廃止されている。 走行においては、優れた、傾斜走行である。武装については、初期型は 76.2mm 砲を装備しており、しばしば、T、t-34、76と呼ばれる。1944年には2番目の改良型の、生産が始まり、これは t-34 から85と呼ばれる。これは 85mm 砲を搭載した、大きな砲塔を備えている。 T-34 が実戦に投入されたのは1941年7月のバルバロス佐作戦からで初期の戦闘では乗員の未熟さや無線設備の不備により連携しての戦闘ができなかったりトランスミッションを故障させ放棄されたり性能的に劣っているはずのドイツ軍の戦車や突撃砲に撃破されたりもした T-34 は ソ連工業にとって新たなる挑戦だった。T-34 の装甲は、それまで作られていた、中戦車の奴隷よりも厚いもので、いくつかの工場で作られた部品を組み合わせて作る、必要があった。例えば、V-2 エンジンは、第75ハリコフディーゼル工場が供給し、 レニングラードのキーロフスキー工場が 76.2mm 方 L-11 の原型を作り、モスクワのダイナモ工場が電気部品を作るといった具合である。当初、T-34 は対183ハリコフ機関車工場のみで作られたが、1941年初期からはスターリングラードトラクター工場がこれに加わり、 ドイツが進行してきてからしばらく経った7月には、ゴーリキーの国営第1 1 2クラスのやソルモボ工場でも生産が始まった。この頃は、不完全な走行版が生産される問題があった。新型の V-2 エンジンの数が不足したため、国営第1 1 2クラスのやソルモボ工場での初期の生産においては、 BT 戦車にも使われたガソリン式のミクリン M-17、航空機エンジンや、性能の劣った変速機やクラッチを取り付けていた。無線機は高価である上に供給量も少なく、中隊長用の戦車にのみ取り付けられた。当初装備された L-11 砲は、機体通りの性能を発揮しなかったため、ゴーリキーの、 第92工場にあったワシュリー・グラビン技師の設計チームはより優れた F-3476mm 戦車砲を設計した。官僚たちは生産を認めなかったが、第92工場とハリコフ機関車工場はそれに構わず、新型の砲の生産を始めた。前線の舞台から、この新型砲への賞賛の声が届いた後、 スターリンのソ連国家防衛委員会からようやく新型砲生産の正式な許可が届いたのだった。ソ連陸軍の保守派からは旧式の T-26 や BT 戦車の生産も継続すべきとか、より発展した T-34M の設計が固まるまで T-34 の生産は延期すべきといった政治的な圧力がかかった。こうした政治的圧力は T-34 と競争関係にあったキロボルトマイナス -1 戦車やイズマイナス -2 戦車の開発グループが不意調したものであった。1941年6月22日、ドイツがソ連を奇襲攻撃したバルバロッサ作戦が開始された。これを受けてソ連は戦車の改良を凍結し、戦車の大量生産に舵を切った。ドイツ軍の進撃は早かったため、 それまでに前例がないほどのスケールと速さで、戦車工場を、ウラル山脈へ疎開させねばならなかった。ハリコフ機関車工場は、ニジニタギルのジェルジンスキーウラルカ車工場の近辺に、移設されることとなり、第183スターリンウラル戦車工場と、解消した。キーロフスキー工場は、その一週間前に、レニングラードから避難して、 ハリコフリーゼル工場と共にチェリャビンスクのスターリントラクター工場となり、間もなくチェリャビンスクにはタンコグラードという別名が付けられた。レニングラードから避難した第174ボロシーロフ戦車工場はウラル工場に吸収されて新たに第174オムスク工場として再出発した。いくつかの小さい工場は エカテリンブルクのオルジョニキーゼ、ウラルジュー機械工具製作所に吸収された。これらの工場が記録的な速さで移動している間、スターリングラードトラクター工場周辺の工業地区が T-34 の全生産量のうちの40%を生産していた。この工場はスターリングラード工房戦の激戦の中で包囲されてしまい、状況は絶望的になった。 物資の不足により、生産方法を変更せざるを得ず、塗装されていない T-34 が、周辺の戦場へ出ていったとする主張もある。スターリングラードの工場は1942年9月まで、生産を続けた。スターリングラードのように生産が妨害された場合は、別として、生産現場に許されたのは戦車をより簡単に、より安く作るための変更だけであった。 エフゲニー・パトン教授による技術革新などにより、板の溶接及び効果を自動化する方法が開発された。F-3476mm 戦車砲は初期型では部品数が861点あったが、それが614点まで少なくなった。その後の2年間で、 戦車の生産コストは1941年時点の269,500ルーブルから19万3,000ルーブルへ下がり、その後さらに13万5,000ルーブルにまで抑えられた。そして、戦車の生産に要する時間は、熟練行員が戦場に送られて50、50%が女性、15%が少年、15%が 身体障害者や老人という勤労団が生産を行うという状況にもかかわらず、1942年末までに半分の時間にまで短縮された。それと同時に T-34 は、それまでは美しい外面仕上げで立派に作られた機械であり、西洋やアメリカと並び立つ、あるいは優れていると言われていたが、この頃になると、表面の仕上げは雑になっていた。 しかし機械的な信頼性には妥協がなかった。1942年になって、すでに放棄されていた T-34M 計画において、考えられていた六角形の砲塔を生産に移すことになった。この新型砲塔は、砲塔内の窮屈さを解消するとともに、社長が全方向を見渡せるように、社長席にコマンダーズキューポラも付けられることになった。 ゴムの供給量が限られていたため、天輪は、鋼鉄製であった。また、改良された5段変速の変速機とエンジン、そして、新型クラッチが採用された。1942年には、長方針の優れた、貫鉄力を持つ7 5ト、mm、ル砲を装備した、ドイツ軍戦車が、戦場に登場した。モロゾフ技師の設計チームは、T-34 を発展させた。 t-43 戦車の開発を計画した。これは、走行をさらに強化する一方で、トーションバーサスペンションや三人式の砲塔といった、最新の特徴を取り入れる狙いを設計に持たせていた。t-43 は t-34 ばかりで、なく、キロボルト -1 重戦車の代替にもなり得るような、万能戦車として計画されたため、 キロボルト -1 重戦車を開発していた、チェリアビンスクの重戦車設計チームによるキロボルト -13 計画と真正面から競争することになった。1943年になると、ソ連軍は新型のドイツ軍戦車ティーガー戦車やパンター戦車と戦わねばならなくなった。クルスクの戦いにおける経験により、T、T-34 の76.2、 ミリメートル砲では、もはや十分に戦えないという報告が、前線から届いていた。また、すでにあった85ミリメートル高射砲は、新型ドイツ軍戦車にも有効であるということも、分かったので、この砲を戦車に搭載することになった。しかし、より厚くした、T、T-43 試作車の装甲でさえもティーガーの88ミリメートル砲に対しては十分ではなく、 また機動性の面で見ても、より重い 85mm 砲を搭載する前の状態であったにもかかわらず、T-34 の機動性よりも劣っていた。T-43 の部品は70%以上が T-34 と共通であったが、T-43 の生産も並行して行うと、生産の速度はかなり低下することが予想された。結局、 T-43 計画は中止されることになり、ソ連の司令部は T-34 の新型を製造するように工場を再改装するという難しい決断をした。T-34 の新型では砲塔をはめ込むターレットリングの小道を 1425mm から 1600mm に広げ、より大きな砲塔を取り付けられるようにした。 t-43 の砲塔の設計を、クラスノヤ・ソルモボ工場の V ケリチェフ技師が急遽、やり直して t-34 に合うようにした。こうして完成した新型の t-34 から85は、以前より、はるかに優れた方を持ち、ついに無線付きの三人式の砲塔となった。これにより社長は、 砲手や装天守の役割を兼務することから解放され、戦車の指揮に集中できるようになった。もう一つ重要な点はポーランドで戦前に設計され、イギリスでライセンス生産されていたものをコピーした、ビッカース戦車用、ペリスコープ MK4 が砲塔の屋根に取り付けられたことで、これにより社長は全方向の視野を得ることができるようになった。 t-34 は 85mm 砲を装備した t-34 から85になっても依然としてティーガー戦車やパンター戦車に不利な戦いを強いられたがそれでも火力が増したことにより 500m 前後にまで接近できればティーガー戦車やパンター戦車に正面から有効打を与えられるようになったため正面からの撃破がほぼ不可能だったそれまでよりは 格段に戦いやすくなった。また、ドイツ軍気候戦力の実質的な主力であった、4号戦車や3号突撃砲に対して有意に立ったことがそれ以上に大きな意味を持った。ソ連側は最新型の武装を追い求めず、既存の設計を発展させるという決断をした。このことによって、ソ連は性能の差が問題にならなくなるほどの、 大量の戦車を製造することができた。1944年5月、ドイツ国防軍は東部戦線で304両のパンターを持っていただけであったのに対し、ソ連は1200両、月というスピードで T-34 から85の数を増やしていったのである。T-34 から85の生産コストは当初16万4000ルーブルで、 これは1943年型より30%高かったが、1945年までに14万2000ルーブルまで下がった。戦争期間中に T-34 の価格は1941年の27万ルーブルからほぼ半分に下がった。しかもこの間、戦車の最高速度は同じままたもたれ、 手法の走行貫通力と砲塔の全面走行の厚みはいずれもほぼ2倍になったのである。1945年末までに5万7000両以上の T-34 が作られた。このうち3万4780両は1940年から1944年にかけて製造された初期型の T-34 で、 残りの22,559両は、1944年から1945年に、かけて作られた、T、T-34 から85である。最も生産量の多かったのは当初、ハリコフ、その後に、ジニタギルに移転した第183工場で、1941年から1945年に、かけて、T、T-34 と、 t-34 から85を合わせて28,952両製造している。次に多かったのはゴーリキーの第112工場で同時期に12,604両製造している。戦後の1946年には2,701両が製造され、大規模な生産はそこで打ち切られた。その後、 ポーランド人民共和国やチェコスロバキアで生産が再開され、1956年までの集計で、それぞれ1951から1955年に1380両、1951から1958年に3185両の T-34 から85が製造された。その後、T-54、55や、 t-72 もまたソ連の外で製造された。1960年代後半には、ソ連の t-34 から85は輸出用と予備役用とするために近代化改修を受け、t-34 から 85m、t-54、55シリーズのドライブトレインを組み込まれた。この事実も、 ソ連の戦車設計の標準化の水準の高さを示す一つの証拠となるものであろう。T-34 は合わせて84,070両が製造されたと推定され、この他に T-34 の車台を用いて作られた13。170門の自走砲がある。これらのうちのいくらかは冷戦下で起こった朝鮮戦争など世界各地の軍事衝突の中で、 失われた。T-34 の特徴はである。T-34 を調査したドイツ軍は、既存戦車の改良とともに、新型戦車の開発を促進することになる。特に、パンター戦車の設計には、この T-34 の構造が非常に強い、影響を与えた。ライムラーベンツ社による VK3000 には T-34 に似たシルエットであったが、 実際に採用されたのは T-34 の影響は伺えるものの、だいぶ異なった形状の満射性の VK3002 であった。様々な部分において当時のドイツ戦車を圧倒していた、この戦車であるが、同時に多くの欠点を有していた。その多くは工作制度と人間工学的な問題である。これはドイツとソ連の技術的な問題と同時に、 戦車による、地上戦の戦術、思想に対しての差であったと言えるであろう。非常に高い生産性を誇り、損害を上回る数が次々に戦場に投入された。t-34 は、対戦中だけで3万5千両余り、t-34 から85は2万9480両が生産され、 合計すると6万両以上に上り、アメリカの M4 シャーマンを上回る当時世界最多の生産数を誇った。このため、生産数だけを見て最優秀戦車であるという意見も、ある。しかしながら、当時のソ連は、レンドリースによってアメリカなどから、戦車、ジープ、トラックなどの提供を受け、生産力を主力兵器にすべて振り向けることができた。このことが、 この生産数の大きな要因である。第二次世界大戦後、T-34 から85は、チェコやポーランドでも生産され、共産権諸国や中東諸国等に輸出された。これら東合製は1944年型の製造ラインを受け継いで作られたが、表面仕上げや工作精度が、対戦中のソ連製より良く、 また、鋳型が変更されたため、砲塔の形状などに、微妙な違いが見られる。独祖戦1941年6月22日、ドイツは、大蘇進行作戦、バルバロッサ作戦を開始した。ドイツ軍兵士らは装備の劣ったソ連軍と、戦うだけだと考えていたが、1941年夏に、T、T-34 が戦場に現れたことにより、 精神的なショックを受けた。T-34 は、当時収益していたドイツ軍戦車の奴隷よりも、優れており、ドイツ軍は当初 T-34 を撃破するのに、かなり苦労した。当時のドイツ軍の標準的な対戦車法では T-34 の分厚い傾斜走行には有効だを、与えられなかったからである。アルフレート・ヨードルの日記でも、リガに t-34 が現れた時は驚いたようで、ある。そのため t-34 は、しばしば独ソ戦におけるソ連反撃の象徴とされる。また、現代の不評戦闘車のように、t-34 の車上にタンクデッサントとして、不評を乗せて移動することがあった。この例はスターリングラードなどで見られる。1941年は t-34 は、 ドイツ軍のすべての戦車と有効に戦うことができた。しかし、新型戦車である T-34 には深刻な問題があった。初期のポモンフィルターにはほとんど防塵効果がなく、ゴミや砂がエンジンに入り故障させた。変速機とクラッチにも深刻な機械的トラブルが頻発した。1941年夏の戦車の損失の少なくとも半数は、 ドイツ軍の攻撃によるものではなく、故障による損失であった。修理用の機材が不足したため初期の T-34 は、エンジンデッキの上に、スペアの変速機を積んで戦場に向かうのが珍しい、ことではなかった。1941年から1942年に、かけての冬、T-34 は、泥や雪の中でも埋まらずに移動できる特徴を生かして、 ドイツ軍戦車に対して、再び優位に立った。T-34 は、ドイツ軍戦車が移動できないような地形でも、移動できたのである。フォ号戦車は、性能の劣るリーフ式サスペンションと狭い離体を使っていたため深い、泥や雪の中で沈みやすかった。当時のドイツ不評部隊は大部分が、パック3 6を装備していたが、これは T-34 には、 効果がなかったバトルオブフランスでは、パック36は最も薄い部類の装甲以外は何も貫通できず、ただ対戦車砲の位置を敵に知らせるだけでしかなかった。ため、ドアノッカーという異名を取ったものだった。東部戦線を戦っていたドイツ軍兵士らは、ソ連軍戦車と戦うには、この対戦車砲では力不足であると考え、 より大きな牽引式の方の火力に頼らねば、ならなかった。例えば、数は少ないが、効果的な 5.0cm 砲パック38、新型でより強力な 7.5cm 砲パック40、88ミリ高射砲などがあるが、88ミリ高射砲は、線上に運び込むのが容易ではなかった。しかしながら、それでも t-34 が、 大きな戦果を上げるには至らなかった。それは、ソ連軍の戦車乗員の連度が低く、ソ連軍指揮官の指揮もつたなく、また、T、T-34 の配置もまばらであったからだった。当時のソ連は、戦車戦術の理解度、戦練度の点で、ドイツ軍より劣っていた。1942年から1943年にかけて、 ソ連軍は1941年の損害を挽回することを目指し、作戦面でも進歩しつつあった。T-34 の生産台数は急増したが、生産能率を上げるための改善が行われただけで、その設計はほぼ凍結されたままだった。ソ連の設計者らはいくつかの設計上の欠点を修正する必要性は認識していたが、 その改良を行うと生産に要する時間が長くなるため改良は実施されなかった。1943年 T-34 の生産量は平均で1300両、月に達した。これはドイツの1ヶ月あたりの戦車生産量よりかなり多い。しかしながらソ連軍は引き続き作戦面でのつたなさによりドイツ軍よりもかなり多く、 戦車を失っていた。圧倒的な数の T-34 が戦場に現れ、重火器の必要性が増したため、ドイツ軍は方向初速の大きい PAC40 を多数配置するようになり、これらが1943年までの対戦車砲の主力となった。また、 遅くとも1942年末頃から1943年中頃に至るまでドイツ軍は強力なティーガー銃戦車及びパンター銃戦車を配備し始めた。これらのことによって T-34 の改良の必要性もまた高まることとなった。こうしてできた T-34 の改良型には2つの主要な形式があった。 一つは走行を強化した1942-43年型で燃料の容量や信頼性も向上し、砲塔も改良された。もう一つは8 5ト、mm、ル戦車砲 D-5 を採用した新しい砲塔を持つ T-34 から85である。T-34 から85の火力はそれまでの f 3 4 7 6ト、mm、ル戦車砲に 比べると大きく向上した。T-34 に強く要望されていた攻撃力の強化は、この T-34 から85において達成されたことになる。それまでの数年の戦いの中では、ソ連軍の作戦はドイツ軍の作戦に比べるとつたなかったが、ソ連軍も運用や戦術の技術を高めつつあり、また、 戦車の数において優位に立っていたことから、損害率は減少していった。1944年初期から登場した T-34 から85型は、ドイツ軍の4号戦車や3号突撃砲よりも、装甲や、機動性において優れていたが、パンターの方や装甲よりは劣っていた。ソ連側の有利な点は、T-34 に比べれば、 パンターの台数ははるかに少ないという点であった。したがって、連度の高い乗員と、戦術的な条件が整えば、T-34 から85によって、パンターを撃破し得た。開戦当初、T-34 は、ソ連戦車のうちのわずか数パーセントに過ぎなかったが、終戦時までに、ソ連の膨大な戦車生産台数の少なくとも55%を、 締めるまでになっている。終戦までには T-34 は旧式の戦車と置き換わり、多くの台数を配備できた。攻撃力や防御力では、パンター、ティーガーらドイツ軍新鋭戦車に劣っていたものの、数で上回ることができたのである。ソ連の満州侵攻1945年8月9日、未明、飛行部隊の通過は不可能な地形と、 日本軍側が考えていた地帯を通って、ソ連軍は、日本占領下の満州に進行した。赤軍の諸兵科連合部隊は完全な奇襲に、成功し、古典的な二重方位戦形の中で、T-34 から85、IZ-2、IZ-3 と ISU-152 を、戦闘とする強力な長距離貫入攻撃を、展開した。対する日本軍は、 すでに精鋭部隊を他の戦線に引き抜かれた後で兵力が減少しており、再配備の途上であった。日本軍に残されていた戦車はすべて後方に留め置かれ、戦闘には使用されなかった。日本軍は陸軍飛行戦隊、公兵、通信兵からの支援もあまり得られなかった。日本軍はある程度の抵抗は示したが、数と質ともに圧倒された。 日本の天皇は8月14日に降伏を伝達したが、関東軍は8月17日まで正式な停戦命令を受け取っていなかった。第24不評師団のウィリアム FD に将軍自らが M20 スーパーバズーカで撃破した北朝鮮軍の T-34 から85、ソ連軍では T-54 が1950年に、 正式採用されるまで主力戦車であり続けた。また、T-34 から85型などは、第二次世界大戦後も、ソ連から輸出されて、各地で使用された。例えば1950年6月の、朝鮮戦争における、北朝鮮軍の進攻の戦法は、約120両の T-34 から85を、装備した第105機構旅団であった。 第一次進行部隊が韓国に入ってから後もさらに T-34 が送り込まれた。T-34 は M24K 戦車、M4 中戦車、M26 パーシング中戦車、M46 パットン中戦車と戦ったが、国連軍のセンチュリオン戦車とは戦っていない。北朝鮮軍の第1 0機交旅団は、戦争初期には韓国軍の不評や、 アメリカ軍のスミス死体 M24 系戦車などに対して劇的な勝利を収めた。アメリカ軍は第二次世界大戦の時代の2.36インチバズーカを依然として使っていたが、これは T-34 には無力であった。しかし、アメリカ軍の M26 中戦車航空機による地上攻撃。 そしてアメリカ軍不評がアメリカから急遽空輸された3.5インチスーパーバズーカを使い始めたことなどにより北朝鮮軍の T-34 の進撃速度は鈍化した。一連の戦闘で北朝鮮軍が大部分の戦車を失った一方、国連軍側には新しい装備が供給され続け、1950年8月になると形成は国連軍に有利となった。 アメリカ軍による9月15日の二川は上陸作戦によって北朝鮮の補給路が断ち切られ北朝鮮軍の気候兵力と不評には燃料、弾薬、その他の物資が補給されなくなった。その結果として北朝鮮軍は退却を余儀なくされ多くの T-34 と重火器が放棄された。北朝鮮軍が朝鮮南部から撤退したこの時までに 239両の T-34 と74両の SU-76 が失われた。その後、北朝鮮軍の戦車とは稀にしか出会わなくなった。フィンランドパロラ戦車博物館に展示されている T-34 から76と T-34 から85。両者の砲塔横辺には、継続戦争当時のフィンランド軍の国籍マークで、 あったハカリスティが描かれている。フィンランド軍は攻撃してきたソ連軍から露覚したものやドイツ軍から戦中戦後にかけて購入した T-34 を1960年まで使用していた。それらは光学系などをフィンランドや西側の装備によって改良されていた。T-34 は多くの東欧諸国の陸軍で採用され、 1953年6月17日の東ドイツにおける放棄や1956年のハンガリー動乱の鎮圧に使用された。また、T-34 は中東戦争やベトナム戦争、チェコ事件、ソマリア紛争、中越戦争などでも使われ、1974年のキプロス紛争では、 キプロス国家主義隊がユーゴスラビアから供給された35両ほどの T-34 から85を装備していた。それは民主的選挙で劇的にキプロス大統領に選ばれたマカリオス3世が想定外の現実主義的政策を取ったためギリシアとの関係が急速に悪化。孤立化したキプロスは武器の調達を9。 ユーゴスラビアなど、旧東側諸国に求め、少量の装備が供与された。T-34 もそうした装備の一つであった。しかし、そのマカリオスに対して、皮肉にもギリシア軍事政権が先導した1974年7月15日のクーデターにおいて T-34 が用いられた。また、7月20日のトルコ軍のキプロス侵攻においても、 これらの T-34 が広範囲に活動したのが目撃されており、そのうちの主な戦いは20日のキオネリやキュレニアの2つの戦いである。1996年、ユーゴスラビア紛争で使われたセルビア人勢力の T-34 から85、冷戦終結後のユーゴスラビア紛争における、ボスニアヘルセゴビナ紛争等の地域紛争においても、 なお使われている。1995年5月、ボスニアにおいて、セルビア人の T-34 が、国際連合保護軍のイギリス陸軍王立公兵、第21連隊の全勝を攻撃し、イギリス人兵士を負傷させた。クロアチアはユーゴスラビアから25両、内市30両を引き継いだが、すでに退役させている。コソボ紛争では、 ユーゴスラビア陸軍が T-34 を NATO 空爆に対するおとりとして使った。また、コソボ解放軍も若干数の T-34 を使用していた。アフガニスタンでも T-34 は時々利用されている。イラク軍は1990年代初期まで T-34 を使用していた。アンゴラやソマリアなどのいくつかのアフリカ諸国においても、 T-34 から85を近年でも使用している。キューバの T-34 から85がアフリカで作戦行動をしているのも目撃されている。また、レバノン内戦では PLO やイスラム教サハ民兵組織が主に運用し、さらには一部のキリスト教民兵組織がイスラエルから供給された M50 スーパーシャーマン等と共に使用していた。 21世紀に入っても実動する T-34 から85が実戦で使われている例が存在しており2011年のリビア内戦でも前線で活用されたとの情報が多数入っている2006年ハンガリーでのデモ活動で市民側が展示されていた T-34 から85を稼働させたという情報もある2015年には 内戦状態に陥ったイエメンにおいて、T-34 から85が SU-100 と共に用いられているのが目撃されている。2019年1月10日には、ラオス人民軍に配備されていた30両が退役し、ロシアに返還された。2020年、ロシア陸軍第4新衛戦車師団、カンテミロフスカイアに、T-34 から85からなる。 t-34 戦車大隊が設立された。t-34 は、その生産工場の違いと改良により、細部の異なる数多くのバリエーションがある。手法の後継により t-34 から76と t-34 から85に大別され、さらに主な生産年、製造工場名で細分される。なお、 t-34 から76は、ソ連では、もともと、単に t-34 と、故障、85mm を搭載型登場後、区別のために t-34 から76と故障されるようになった。また、かつて西側では t-34,76、t-34,85 等と表記するのが普通だったが、 ソ連崩壊以降に公表されている、ロシア発の資料では T-34 から76、T-34 から85等となっている。アバディーンのアメリカ陸軍兵器博物館に展示されている T-34 から761941年型。ドイツ軍が露覚して、フランスで訓練用に用いていたものをアメリカ軍が再露隠し持ち帰った。後方に、 ソ連から送られた1941年戦時間 E 型も見える。その形状からピロ式と呼ばれた背の低い1940、41年型砲塔は当初は圧縁後半の溶接型のみであったが直に量産性の優れた鋳造製砲塔が並行生産されるようになった。当時ソ連は大型部品の鋳造技術ではドイツを大きく上回っており、 以後の t-34 改良型合図 -2 などに積極的に中造製方塔を採用した。しかし、中造装甲は、製法上、同じ厚さの圧延単造装甲より1割ほど強度が劣り、また対戦中の蘇生乱造のため椅子が装甲の中に発生し、さらに強度を落としていた例もある。このため、当時の上院は、中造方塔は37。 ミリメートル降車機関砲弾程度の被弾ですら安全ではなかったと証言している。一方、圧延炭造の傾斜走行を採用している。車体前面走行は乗員たちから多くの信頼を得ている。T-34 から76,942年型以降では、ナットと呼ばれる六角形状の新型砲塔が使用された。この砲塔は、 試作戦車 T-34M の砲塔をもとに設計され、中造製の外周部と圧縁後半からなる天板を組み合わせた構造をしていた。また、ナットに似た形状であるものの、外周部とワツラとの間に継ぎ目なく一体に成形されたフォルモチカと呼ばれる砲塔が、ウラルマ市で生産されていた。フォルモチカ砲塔に関しては、 昔からの中造一体成形説とプレス機での熱間炭造説があった。後者は1994年にスティーブン・ザロガの著書により発表された。当初は5000トンフォージングプレス機を用いたとされたが、側面で52ミリメートルもある装甲の成形は不可能と指摘され、ザロガも翌年1万トンプレス機であると訂正した。しかし、 当時ソ連に存在しない2万トンプレスでないと不可能とする理論。また現代のプレス業者から見ても不合理な工程であるとの意見もあり、未だ真相ははっきりしていない。一説では 52mm 厚というのは中造性ナット型砲塔での数値であり、実際にはより薄い25から 30mm 程度の後半をプレスしたもので、ウラジオストックで、 記念碑として展示されている砲塔のように、薄い装甲が主砲発射の反動に耐えられず、次第に下端部に特徴的なたわみが発生するのではないか、と言われている。一方、よそでもこの砲塔にキューポラ付きの T-34 が展示されているが、こちらには下端部のたわみ、具合が小さい。 t-34 から 85t-34 から85の後部 t-34 から 85M ドイツ軍でも独自に1940年型を t-34a1941 年型を t-34b1941 年戦時間易系を t-34c1942 年型を t-34d 1943年型を T-34E、そして1942年型で、砲塔上面まで一体成形されたタイプを T-34F と分類した。もっとも、前述の通りソ連では 76.2mm 砲搭載型のすべてが単に T-34 であり、細かい分類はされなかった。また、ソ連軍が、 新型戦車を開発していることを知ったドイツ軍は、新たに現れた T-34 から85を誤って T-43 と呼んだ。ドイツ軍は露革した T-34 をパンツァーカンプバゲン T-34747 と名付け使用した。そのまま使用しただけでなく、社長用キューポラや、 サイドスカートを増設したり、対空戦車などにも改造して使用した例もあった。対戦中にも T-34M、T-43 といった装甲強化型の試作が行われたが、それ以上に火力の増強が必要とされて却下され、代わって T-34 から85や後継戦車として開発された T-44 が生産された。 ソ連では派生者として、下記の自走砲多が生産されている。SU-85 や SU-100 は、対戦車戦闘を目した、駆逐戦車の性格が強いが、ソ連ではまとめて、SU イコール自走砲と分類されている。T-34T 戦闘室上面に、荷台のある、タイプ SPK-5 戦後、エジプト、シリアなどでも、 ソ連製やチェコ製の T-34 から85を独自に自走砲や対空自走砲を改造し製作、使用した。T-34 から 100T-34、D-30 シリア軍の車両なお、対戦中のソ連軍にも T-34 から85をベースに、砲塔形状その他を改め、試験的に 100mm 戦車砲を搭載した。 t-34 から100が存在する。また、1942年に U-12122mm 榴弾砲を搭載した車両が計画、試作され、これは t-34 もしくは t-34 の名称で計画されたが t-34 から122と通称されていた。独祖戦によるドイツ軍のソ連領内進攻で 工場は大規模な疎開を行って、生産を続けることとなった。これら数箇所あった工場によって、砲塔車体の構成などが異なることが分かっている。第二次世界大戦後、友好国に生産ラインの設備が譲渡され、ライセンス生産も行われている。生産国ポーランドの生産型、T-34 から 85M。 2WPT-34 チェコ生産型の T-34 から85の車体後部 JT-34VT-3458 式戦車。2型なお、59式戦車の完成後は59。式用の装備品が58式戦車にも追加で装備され、サーチライトとその課題、新型の照準機などが装着されている。それらの回収車両は、 西側の分類では、タイプ58アムと呼称されている。アバディーンのアメリカ陸軍兵器博物館に展示されている65式対空自走砲これらのほか T-34T がソ連より供与及び購入されて使用されており、58式戦車の一部も同様の戦車回収車に改装されて使用された。 生産中四国第二次世界大戦以降以下の40カ国が T-34 を使用した。このうち印を付した27カ国では1996年時点でも現役である。ヨーロッパ及びアメリカアジアアフリカ T-34 は大量に生産されたため半世紀を経た現在でも数百両程度が現存している。 第三世界の軍において第二戦級の兵器として保管されている車両は21世紀に入った現在でも数多くあるとみられている。2010年のモスクワにおけるロシア対ナチスドイツ戦勝65周年パレードでは現存する T-34 や SU-100 などがパレードに参加した。2015年10月に 北朝鮮のピョンヤンで開催された朝鮮労働党70周年記念の軍事パレードでも機動林と離隊を T-54、55のものに換装した T-34 から85の近代化改修型が参加している。より古い T-34 から76に関しては現存する有名なものとしてはアメリカ合衆国メリーランド州アバディーンの アメリカ陸軍兵器博物館が所蔵する1941年型の T-34 がある。これは、旧西側に現存する車両としては、最古級のものだった。さらに古い 76mmL-11、砲を搭載した1940年型の T-34 は、ロシア、ベラルーシに少なくとも各1両。 1941年型及び1941年戦時簡易型は最近になって昔の戦場から回収されたものを含め少なくとも重量両以上が現存する。フランスのソミュールにあるムーゼでブリンダスでは2両の T-34 を保有しており、そのうちの1両は完全に稼働する状態で、それは夏の カルーセル戦車走行展示会において走行する様子を展示される。フィンランドが継続戦争中に露角した1941年型も走行可能な状態となっている。ナット砲塔を搭載した1942年型、1943年型はさらに多く走行可能状態までレストアされたものも多い。T-34 の耐久性は 最近の修復作業においても示された。エストニアで56年間にわたって、沼の底にあった1943年型の T-34 が2000年に復活した。その戦車はドイツ軍によって露隔され、退却中のドイツ軍が使用したが、その燃料が切れたところで、ドイツ軍が沼の中へ投棄したものであった。油漏れ、錆その他水による、 機械系統への損傷の兆候は見られなかった。エンジンは完全に稼働する状態に回復した。2019年1月10日には、ラオスで稼働状態だった30両の T-34、85が退役し、協定によりロシアに返還されると報じられた。戦後にチェコスロバキアで生産、輸出された形式でベトナムに納入後、 ラオスに引き渡されたものという。ロシアでは、博物館展示のほか戦争映画や、軍事パレードで用いられる予定。その後2020年6月24日に、ロシアの戦勝記念パレードで自走する大量の T-34 から85が、各メディアで報道された。T-34 の各方は、世界各地の軍事博物館で収蔵品として、 展示されているほか、100両以上が戦争記念のモニュメントとして展示されている。コレクターやマニアの私有物として保有されている車両もあり、非武装化されて運転可能な状態の戦車は2万から4万ベドルの間で取引されている。その他に民間で主に映画制作に使用されているものもある。第二次世界大戦を題材とした多くの映画では、 t-34 から85戦車を t ーガーアイ戦車に見えるように改装して使用した。これは実動する t ーガーアイを撮影用に用いることが難しかったためである。これらの改造を t ーガーは改造の度合いにもよるが t ーガーアイにそれなりに似ている。しかし、車体の幅の狭さ、砲塔の位置、天輪や履体の形状などから見分けられる。 また別の有名な例として、マンデラウェイの T-34 戦車がある。これは、個人所有の T-34 から85で、それが置かれている通りの名にちなんで、こう呼ばれている。マンデラウェイは、ロンドンのバーマンドジー近くにある。この T-34 は、画家や落書き芸術家たちによって、頻繁に塗り替えられている。T-34 は、 第二次世界大戦におけるソ連軍の主力戦車の一つであり、第二次世界大戦を扱った作品には頻繁に登場する。T-34 は現存車両が多いこともあり、第二次世界大戦を扱った戦争映画には数多く登場する。ソ連軍の戦車としての他に、外観はそのままにドイツ軍の国籍標識を描かれて、 ドイツ戦車として登場する例も多い。現存する車両の項で述べたように、大改造を施されて、ティーガーアイその他のドイツ戦車を模した外観に改装されて登場している例もある。放画外国映画ソ連ロシア映画これらの作品以外にも T-34 の登場する映像作品は多い。ありがとうございます。